はーいお疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回のお話なんですけど、こちらの記事ですね。ドラクエ3リメイク版の性別撤廃に海の親堀井二氏が苦言。誰か文句言うのかーって。まあ、この話、元光もね、動画で少しお話したんですけど、まあ、ポリコレゼに屈してですね、ドラクエのリメイクがね、やばすぎるぞというような話をしたわけなんですよね。性別がどうなのだとか、 めちゃめちゃ気にしてゲームを作らないといけないという話だったんですけどまあこれよりもね以前から問題視されていてアプリとかでも言われていたわけなんですよねまあそうまでする必要あんのか性別撤廃だとかっていうことに関してですねドラクエの生みの親がですねはっきりと苦言を言ってくれてると誰かこれ文句言うのかよってなんでポリコレに屈しないといけないんだみたいなことを言ってくれてるんでまあ賞賛の声が上がってたり海外ではよくやってくれたーみたいなそんな声まで 上がっていいるみたいなんで今回その件について、ね、見ていてこうかなと思いますもどみつのチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでこちら記事見ていくんですけどスクエアエニクスが11月に発売するリメイク版「ドラゴンクエスト3」そして「伝説へ」で男女の性別を選ぶ仕様がなくなりルックス A ルックス B から選ぶようになることについて「ドラクエ」シリーズの生みの親でゲームデザイナーの堀祐二氏が区 を呈したということで、まあ、元光も前の動画でお話ししましたけどこんな感じで、えー、男女で選ぶのではなく主人公や選手を選ぶ時にルックス A ルックス B ということで男女という表記がなくなったわけなんですよね。 まあいろいろポリコレとかに言われるからというような形だと思いますけどこんな感じで改変されていたりだとか他にはですねこんな感じでね女性しかいないキャラクターダメだみたいな男性のキャラも作らないとみたいなねそんなことがこれはねドラクエ3ではないんですけど別件でねドラクエの話で上がってたりするんですよ、まあ、どう考えても無理やり男のキャラ作って意味不明なんですよねまあ、こんな感じでとにかくポリコレに屈していたドラクエスクエアエニックスになるわけな ですけどそれにね生みの親のゲームデザイナーが苦言を呈したということで堀井氏は9月28日東京ゲームショー会場の千葉市から配信された動画で元週刊少年ジャンプ編集長の鳥島氏と対談鳥島氏はドラクエのキャラクターをデザインした漫画家の鳥山明氏を堀井氏に引き合わせた人物で鳥山氏の作品「ドクタースランプあられちゃんの敵役マシリト」のモデルとしても知られるということで、まあ、イラストキャラクター デザインとかは鳥山明氏そしてゲームデザイナーが堀井氏と、まあ、そういった人たちが対談してるというような話なんですけどこれ右側がね堀井氏になるんですけどこのね話は後で見ていきます何て喋ってたかドラッグ s 3は昭和63年にファミリーコンピューター向けに発売され発売日当日には児童や生徒が学校を休んでゲーム売り場に列を作るなど社会現象にもなったゲーム内で主人公と仲間の職業や性別を選択できたがリメイク版では男女の性別が 廃止されルルックス A ルッククスス B と変更これについて堀井氏は男女にして一体誰が文句を言うんだろう分からないとこぼしたということで別にこれが男これが女で別にいいじゃないかというふうに言ってるんですよねほんとそうだよねわざわざさこんな感じでルックス A ルックス B で分ける必要あんの まあ少なくともゲームをしている人はこんなので文句言わないと思いますけどねまた堀井氏はリメイク版での規制対応についても言及ゲームの発表時に露出度の高いキャラクターの衣装に肌色に近い下着が追加されるなどの変更がゲームファンの間で話題になったことについてあんまり露出すると対象年齢が上がっちゃうと実情を明かしたと、まあ、これに関しては確かにそうではあるんですけどただ、まあ、この肌色に近い下着みたいなそれがダサいよということで 言われてたんで,すよ、ね、で他にはリメイク12歳以上対象ということで国内のゲーム会社では業界団体が性的表現や暴力表現などを審査するセロレーティングを採用対象年齢を全年齢対象から17歳まで A から D に区切る4段階と18歳未満に販売することを前提とする Z の計5つの区分に分けられていると。 ファミコン版のドラクエ3は多くの小学生が楽しんだが、リメイク版では12歳以上を対象する B に該当している。堀氏の苦言に、取締も同調。絶対にやっちゃいけないことがいくつかあって、それさえやらなきゃ後はいい。という方がいい。 欧米のコンプライアンスの考え方って本当に狭い漫画雑誌の出版でも訴訟に備えて保険に入らなきゃいけない本当にめんどくさいと話したということでいやそうだよね欲しい人が買うんだから別にいいじゃんっていう話ですよね大手ゲーム会社では世界展開を見据えた開発が主流となっており最も厳しい国や地域の規制に合わせなければならないのが現状となっているとポリコレなんて気にしなくてもいいだろうみたいなことをですねのの親の人が言ってくれ まあこうしたことで、ね、なかなか言いづらい世の中になってる中でもはっきり言ってくれてるんでおおすげえっていう風にね言われてるんですけどまあ実際にその喋ってる映像とかもあるわけなんですよねドラクエ3の勇者は男か女を選べたしかしリメイク版ではタイプ1やタイプ2と表記しなければならないポリコレのせいで「左翼ポリコレリベラル汚染に対する拒絶反応がもっと広がってほしい」ってこの人も言われてるんですけどまあこれ一部始終がねこんな感じで 映像で収められているわけなんですけど、い一体何て喋っていたかというのがこちらで挙げられているわけなんですよね。まあ、半分違約みたいな状態にはなってるんですけど、鳥島市がね。コンプラっていう名の絶対神善の名を借りた悪みたいなものがあるじゃないって。 全員が不快感を覚えないなないいんてことはないだってきれい汚いとか善悪は人それぞれ感じ方があるわけじゃない物事は根っこにあるのは絶対にやっちゃいけないことがいくつかあってそれさえやらなきゃあとはいいんじゃないってそういうのがないわけっていうふうに言われてていやほんとそうですよね人によってそれがいいと思うか悪いと思うかっていろんな価値観あるけど最低限のことだけを守ればいいんじゃないっていうふうに言われてるんですよねほんとそうだよねましてやゲームなんだから それこそ欲しい人がそれでいいよかったらそれでいいんじゃないってなりますよね。で欧米の方から来てる宗教的概念から来る性教育の考え方ってアメリカにあるじゃないっていうことでこれね文字起こしされてるんですけど後で指摘されていてですねこれ、えー、性教育っていうワードではないんですよね。まあ、記事にもなってるんですけどさっきの文字起こしをイーロン・マスク氏が、えー、引用リツイートとかして拡散されてたりもするんですけど実は 言言言っってる言葉が違うううぞととととといいいここででで性教教育はななくたたかんすよ、ね、まあその上で改めてさっきのね、えー、言葉見ていくんですけどあそもそも性教徒とはということなんですけどピューリタンっていうんですよね日本語訳として性教徒ということで、まあ、簡単に言うと名称は清潔潔癖などを表すピュリティに由来し転じて頑固者や潔癖者を意味するなど本来は別称であったというような、まあ、そういうふうな 人たまあことなんですよ、ねまあ、こういう別の意味合いに翻訳されて拡散されてると海外でっていうこと自体ではそのラジオが起こって声明を出してはいるんですけど、まあ、今ちょっと置いときますねで彼らのコンプラの考え方って本当に狭いんだって向こうでコミックス出す時には年齢で区切らなくちゃいけない少年ジャンプの漫画だったら13歳以上じゃないと出せない全部リテイク入れ ななななききゃゃいけないいいけけ訴訟にに備えて保険に入らなきゃいけない本当に面倒くさい、そこから日本も悪影響を受けてやってるからって、まあ、要するに、これを性教育と翻訳しちゃうと、アメリカ全体が悪いみたいになっちゃうわけなんですけど、まあ、これが性教とって言ってたっていうことなんですよね、ごく一部の話をしてると。 まあ全体的な流れとしてはやりすぎなポリコレなんて必要ねえだろということが言われてるんですよね。ほんまコンプラっていうなの絶対死んだーって。善の名を借りた悪みたいなものがあるじゃないって。いやほんとそうだよね。過剰すぎるんだよっていう話なんですけど。まあ、しかしですね、これ海外にも拡散されていて YouTuber とかも話してるんですけど、こんな感じらしいんですよね。ドラクエ3のインタビュー、海外ではかなり話題になってるみたいって。ほとんどはついにポリコレに対して日本の大御所が立ち上がってくれたーと好意的 な様子欧米でこういう発言をしたら全ての立場を失う可能性があり思っていても言えないらしいっていうことで、まあ、ポリコレなんてどうでもいいんだよみたいなことは言えないんだよ立場的にってでもこういうのをしっかり発言してくれた日本の大御所ありがとうみたいな称賛の声で溢れてるみたいなんですね、まあ、これ実際にこの YouTube 見ていくとね海外で拡散されてる内容のところで、えー、コメント欄とか見ていくとですね、まあ、このコメント全部日本語訳されてるものですけどでは誰 男性性性と女性の性別、生物学的な自然な秩序といった概念は物議を醸しており子供にとって有害であるため年齢評価に影響を与えるのでしょうかということでルックス1、ルックス2にする必要あるのかって別に男女で分けりゃよくないっていうふうに言われてたり、えー、全ては少数だが非常に声高に活動する少数の活動家のせいだだからこそゲートキーピングが必要なのですだとか誓いますもし私たちがこの EI、AI まあ簡単に言うと多様性の人たちの戯言ごとを乗り越えたとしてもこのようなことは二度と起こってはなりませんよっていうことでこんなの屈するべきじゃねえよみたいな話だとかね他には日本は日本人向けにゲームを作り AI で翻訳して世界中に販売すべきだ西側が触れるものはすべてブルーシートに悩まされているっていうことでもう日本のゲームしっかり日本っぽく作ればいいんだよってそれぞれ変えていけばいいだけだからみたいなねまあとにかく こうした海の親たちの対談、ポリコレに過剰に反応する必要はねえよっていう対談自体は賞賛の声で溢れているわけなんですよね。いやもうだったら誰のためにこれってやってるのかさっぱりわかんないよね。まあ、とにかく過激なポリコレ勢、はっきりとドラクエの生みの親からも指摘されてしまうっていうような話なんですけど、ネットに今日もね、見ていこうと思います。そもそもポリコレは思想そのものが間違っていると思うので、みんなどんどん自分の拒否感に従って拒絶してほしいっていう。 うにね言われてたり、いや、ほんとそうだよね。他には、昨日このことについて私が発掘して買い与えた当時の攻略本を息子が部屋から持ってきて、もともとキャラデザインは衣装も男女一緒なのに、どうして何の差別もない世界観やんと残念がっていたって、いや、ほんとそうだよね。男、女って言って、キャラデザインとかもね、別に選べるわけだからね、こんな感じで。これはちょっと意味がわかんないけどね、元道的には。えー、他にはですねこちら、えー 本当これ誰に配慮してんだよとゲームやらないクレーマーに譲歩してんだよってほんとそうだよね。クエアエニクスちゃんとしてくれよっていう風にね言われてたり他にはタイプ AB 表記クソだなと思ったけど堀井さんも同じ気持ちだけどしぶしぶやっているというなら脳内変化で我慢するかとなったと堀井さんも嫌がりながらやってくれてるんだったら、まあ、自分も我慢するかっていう風にね言われてたり他にはよう言ってくれたーって堀井さんのレベルの人がもっと声を大にして言ってほしいわーって いう風に言われてたり、中身見たらだいぶすげえこと言ってたなーって、内容的には賛成しかしないけどっていう風にね、言われてるんですよね。やっぱ多くの人がね、賞賛の声、えー、賛成の意見を言ってて、堀井さんがドラクエ3の主人公の男女の選択がルックス AB に変わったことについてコメントしてくれてたーって、最近は何にでも文句を言う人ばっかりで、他方面に配慮しないといけない雰囲気になったよねーって、いや、ほんとそうだよね。もうそんなの気にしなくていいんじゃないって思いますけどね。 他にはドラクエ3の女戦士のインナーの話これで僕が一番問題だと思っているのは d i とかポリコレとかではなくてキャラクターデザインを手掛けた鳥山明先生が亡くなられた後にこういうことが勝手になされたということだと、まあ、今回リメイクだからねもともとあったデザインがリメイクされる時にデザインそのものが変わるのはどうなのということですよね、まあ、確かにそうだよね守るべき権利が本当にあるのならまずはそこからじゃないのかねっていう ふね、言われてますねということで今回はドラクエのリメイクがポリコレに屈してるぞーっていうような話にですねゲームの生みの親が苦言を呈すっていうようなそんなお話でした皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います本光のチャンネルではジジニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました